奥田ダ,ミダム。奥田ダ,ミダムは、福島県南藍津郡日野江又村と新潟県、魚根町にまたがる、一級河川、阿賀野川、水系畳川最上流部に建設されたダムである。電源開発株式会社が管理する、発電用ダム。形式は、重力式、コンクリートダム、包み高は157.0メートルで、ダム包み高では日本で、第5位。 2009年現在の高さであり、日本一高い重力式、コンクリートダムでもある。ダムによってできた、人造湖、奥多田ダミ湖、銀山湖は、淡水面積が日本では3番目に広く、2009年現在、総貯水容量は第2位、2009年現在の人造湖である。総貯水姿第1位は2007年に完成した、伊比川の徳山ダム。 越後三山た見国定公園に指定されている。小瀬沼を源に阿賀野川に注ぐた見川は、有数の豪雪地帯でありかつその流域のほとんどを山地で占めている。このため水量が通年豊富で急流であることから、古くより水力発電の適地として、すでに明治時代より電源開発計画がなされていた。ただ見川の総合的な電源開発は百三十六年より、 実施された第三次発電水力調査に基づき当時の低新省から発案され、その後日本初送電株式会社によってただ川から阿賀野川まで階段式にダム式発電所を建設する計画が進められるようになった。だが、新潟県も豊富なただ川の水を利用したいとして、ただ川分流案提示、さらに旧東京電灯を母体とする日本初送電管投資者は、おぜぬまを ダム化、オゼ・ゲンダム計画して、利根川分水する、オゼ分水案を企画し、調整がつかぬまま戦争により事業は一時中断した。戦後、荒廃した国土を復興するために、電源開発の重要性が一段と高まったが、すでに、只見川では1947年に、只見川筋水力開発計画概要が、日本発送電によってまとめられている。内容は、 戦前の案と同様で、ただ見川に11カ所、阿賀野川に6カ所、稲川に3カ所、大妻田川に1カ所の水力発電所、ダムを建設するものでありこの中で、奥田並ダムは、堤高150.0メートル、総貯水容量5億8000万メートル、認可出力38万5000キロワットのダム式発電所として計画されている。この案での開発が行われると当時開発可能な、 発電水力は推定196万キロワットであり、東北地方の当時計画されていた発電水力の4分の3を占める一大電源開発地帯となることからが前、ただ見川への注目が集まった。1951年国土総合開発法に基づき政府は全国22地域を総合開発特定地域に指定し、 ダム建設をはじめとする大規模な河川総合開発を実施し地域の治水と経済、産業、農業発展を図ろうとし、これが特定地域総合開発計画であり、ただみ川はその放造水力の豊富さから当時電力不足が慢性的に続いていた首都圏への送電を図るため特定地域に指定され、ただみ特定地域総合開発計画事業の一環として、 ただみが電源開発事業が動き出したのである。1951年、日本発送電は、過度経済力集中排除法により、全国級電力会社に分割、民営化され、ただみがの水力発電事業は、東北電力が継承した。一方、電源開発のさらなる促進を図るため、国策での新規電力事業を行うことを目的に、翌1952年、 電源開発促進法が施行され、国営企業である電源開発株式会社が発足した。1953年に電源開発調整審議会においてただ見川、電源開発事業における電源開発、東北電力の事業調整が行われ、奥ただ見ダム、前沢ダム、あとの大鳥ダム、田後草ダム、滝ダムは電源開発が所管し、 本名ダム等残りすべてのダム、発電所に関しては、東北電力が所管することで調整がつき、この中で、奥多田見ダ,ダムの建設計画が正式に決定された。こうして、現在地点にダム建設が計画されたわけであるが、まず問題となったのは保証交渉であった。ダム水没地は、明暦年間に、越後高田藩が銀山を開発して、以降集落が形成され、予定された。 水没世帯数は38世帯であった。だが下流に1949年により実施計画調査を始めていたタゴソーダムがタゴソウ集落の猛反対に遭い、その対策として電源開発が福島県知事アッセムアンを一旦受け入れたことによるタゴソーダム保証事件が1954年に発生した。当時の保証額相場をはるかに凌駕する。 保証学定時に対し河川行政を所管する建設省、原国土交通省と電力行政を所管する通商産業省、経済産業省が猛反発。結果として相場に近い額で保証打結となったが、奥多田見ダ,ダムを含む全国のダム建設に多大な影響を与えた。ダム保証交渉は同年末に打結されたが、1個あたり300万円700万円の 保証額であったという。これは、当時住宅1軒の建て売り価格が100万円程度であったことを考えると、破格の期待である。保証打結後、1954年12月より、資材運搬用道路の建設に取り掛かった。ダムサイトは、謙遜な山岳地帯でかつ、豪雪地帯であるため、尋常の手段では順調な建設進捗は望むべくも、なかった。 このため、国道352号、しおり峠を貫く、総延長2 2トルの道路建設を起とした。豪雪に備えるため総延長のうち1 8トルは、トンネルとするものである。これが、後の奥多見シルバーラインであるが、着工から3年後の1957年11月に、完成するまでの間に、延べ180万人の人員を投入。 最盛期には1日あたり3700人が建設に従事する難工事でもあった。工事に伴う殉職者は44名で、うち17名は、なだれや投資によるものであった。工事用道路建設が終了しこの年の5月より、本体工事に着手したが、トンネル建設と同様に謙遜な地形と厳しい、気象条件にたびたびまれた。加えて夏季には、未開の軽流であるために、 大量の武与が発生し工事関係者を襲うなど自然の脅威に悩まされ続けた。1960年には本体工事も最終局面を迎え一部淡水を行いながら発電を開始。翌1961年7月ダムは完成し発電も本格稼働することになった。総工費は約360億円であり。 同時期に完成した黒部ダム、黒部川と並んで、日本のダムの歴史における金字塔となった。奥田ダ見発電所は、完成当初の認可出力は36万キロワットと、下流の多護総発電所に、次一般水力発電所としては、全国第2位の出力だった。発電した電力は送電線を通じ東京電力と東北電力に送られている。 この36万キロワットの電力は、東芝製発電機3機により発電されていた。だがその後も首都圏の電力需要は増え続ける。一方であり、下期ピーク時の電力消費量は、供給量の限界近くに達することがたびたびあり、放置すれば大停電という事態を招きかねなかった。この問題に対し電源開発は、首都圏のピーク期電力の需給安定を図るため、 奥田ダ見発電所の増設を計画した。だがこれに対し、すでに釣りのメッカであった奥田ダ見湖が水質悪化したり周辺地域の自然が破されるとして、地元住民や釣り客等から懸念の声が上がった。この声に、電源開発は住民に対する説明会などを開く、一方で自然への影響を最小限に抑えるため、増設工事の広報に工夫がなされた。 発電所に送水するための送水鉄管増設に、際しては、貯水したままダムの設置地点に、射水壁を設け、水を抜き穴を開ける工法を用い、その高送水管を通すことで貯水池の水質を保全する対策を取った。また、越後三山た見国定公園に指定されている、ことから工事用地使用の環境への影響を、最小限に抑えるべく、湿地及び湿地に生きる、 昆虫等の保全のための緑地公園を造成。緑地公園完成後は、鉢先造成地として、観光客に開放した。さらに、付近の山岳地帯は、天然記念物の犬は市繁殖地であるため、映像活動期間の11月から6月は、工事を中止し、その他の期間でも、工事車両の通行を抑制したり、屋外では赤色など刺激色を使用しない等、 環境に高度に配慮した工事を展開した。これらの工夫が行われながら1999年7月より開始した増設工事は2003年6月に完了し、ただ見河筋水力開発計画概要通り、認可出力36万キロワットだった出力は20万キロワット増やし認可出力56万キロワットという日本最大の一般水力発電所として、 リニューアルした。増設分も含め、発電された電気は、首都圏等の電力需要に応え、電力の安定的な供給に寄与している。この増設工事で、東芝製発電機1機を追加し、奥畳発電所の発電機総数は4機となった。ダム近傍には、電源開発によって、入場可能無料の PR 施設である、奥畳電力館が備えられ、ダム、 発電所の役割や構造、歴史などを分かりやすく学ぶことができる。また奥田ダミ発電所で実際に使われていた水車の部品なども展示している。奥田ダミ湖は奥ダミダムによって形成される人造湖。正式には銀山湖と呼ぶ。その巨大さは完成以降徳山ダムに抜かれるまで貯水容量日本一を誇っていた。2005年に 魚オネ市の推薦により、財団法人ダム水源地環境整備センターが、選定するダム湖百選に選ばれている。この人造湖は、ダムや湖をモチーフに、多くの小説家が小説を執筆している。特に、三島幸夫が、ダム設計技師の青年と人妻の出会いから破局までの、愛の軌跡を描いた、沈める滝は有名である。そして、奥多田美子をこよなく愛した文豪もいた。 作家にして、大の釣り師としても著名な海港県である。1970年6月、海港は、夏の闇執筆の最終段階に入り湖畔の銀山、平にて仕上げにかかっていた。この地に2ヶ月滞在していたがこの間に、奥多田美子の魅力に惹かれ、これ以後たびたび訪れては、釣りと景色を満喫していたという。当時海が、奥田子をして、銀山古の水は、 水の味がし、木は木であり、雨は雨であったと表現し自然と同化する湖を激章していた。だが当時より岩ナの大物が釣れる湖として有名であった。奥多美湖は密漁等による乱獲で漁業資源が著しく減少していた。これに対し、1975年に海港は奥多美の魚を育てる会を結成。地元住民や、 漁獲減少を売れ移り市に対しアドバイスを行い、金料区の設置など、密漁防止のための対策を講じた。こうした活動が実を結び1981年、湖に注ぐ北のまた川が日本で初となる通年金料区に当局から指定された。北のまた川は岩名や山目の産卵域であり、漁業資源保護のための対策である。こうして奥多田,田巫子には、 岩名や豆の田、ニジマスサクラ桜ス等が泳ぐ天然魚の宝庫となり、運が良ければ60センチメートルを超える大岩名が釣れるという、開港死後も海の活動は続けられている。1990年代後半には、ブラックバスの密放流が問題となり、早急な対策が迫られた。1999年、平成11年8月、奥多田美子で、 国地バスの存在が確認された。すでに全国各地で在来魚への影響が問題視されていたこともあって、育てる会は奥多田湖子の漁業権を保持する魚沼漁業、共同組合にブラックバス対策を要望した。これを受け、魚沼漁協は新潟県内水面試験場と共同で同年10月にブラックバスの捕獲調査を実施した。この結果密放流によると思われる。 ブラックバスの生息が確認された。漁協では、駆除を図り、新潟県は12月に外来魚のリリース禁止を決定した。漁協や、育てる会はこの後バス用語派とシンポジウムなどで、意見交換を行ったが、感情論だけでは、バス問題は解決しないとして賛同する、バスプロやバス釣り合い効果に呼びかけて、奥多田美湖におるバスの駆除や密放流防止を、共同して行った。 だが、最大のバス釣り用語派である、日本釣り具振興会が2001年、平成13年にバス駆除を名目とした、奥多田,田美子ブラックバス釣り大会の開催を、魚沼京に要望したが、育てる会は、さらなる密放流を招くなどの理由から開催に、反対、漁協も、いかなる理由であれ、奥多田,田美子において、ブラックバスを釣るための大会は行わせないとして、 新公海の案を拒絶している。奥多ダミダム周辺はこの地区の観光の要所でもあり、観光客は年間60万人ほどと言われる。東京から新幹線併用で2時間半程度、自家用車で3時間半程度と首都圏からのアクセスが比較的良い秘境として知られており、特に紅葉の時期は多数のバスツアーコースに組み込まれるほど人気がある。ダムへは、 新潟県側と福島県日の山田側から行くことができるが、多だ町中心部から行くことはできない。逆に、奥多だダムから多古荘、ダム方面に行くこともできない。直下流にある大鳥ダム、重力式アーチダム83.0メートルまでは道路があるものの、大鳥ダムは一般人立ち入り禁止のため通行は不可能である。国道352号が、 最寄りの幹線道路ということになり、新潟県側からの大勢への玄関口でもある。ただし、しおり峠から、奥畳こそよ通り大勢、日の江又へ向かうルートは、断崖絶壁に沿った愛路でカービも多く、車の転落事故が時々起こっている。俗に言う、国道ため、運転には最新の注意が必要である。ダムに向かう奥畳シルバーラインは1969年より、 電源開発から新潟県に管理が移管され、現在は新潟県道55を越えておく只見線として、年間15万台以上が利用する観光道路となっている。片側一車線であるが大半はトンネルであり、路面は湧水等でウエットなことが多い。このため通年二輪車の通行が禁止であり、冬季は路面の凍結、氷塊形成が起こるので全面通行止めになる。 二輪車などは国道352号線経由で銀山平、奥多田,田美湖まで至ることができるが、おねずいにわたるカーブの多い道路であり、冬季閉鎖期間も12月頃から6月頃までとシルバーラインより長い。また奥多田,田美ダム停滞付近へ行くためにはシルバーライン経由か遊覧船以外に交通路がないので二輪車では奥多田,田美ダムへ至ることができない。シルバーラインには しおり峠を通過したところに唯一の交差点があるが、これを曲がると銀山平らに至る。開港県が滞在したこの地には銀山平温泉があり、釣り人や越後駒ヶ岳、荒沢岳市、平ヶ岳の登山、小瀬方面ハイキングなどの客が泊まる完成な温泉宿として知られるが、近年は日帰り温泉施設、キャンプ場、ログハウスなど観光開発が進んでいる。 ダム付近には春スキーのメッカである奥田ダミ、丸山スキー場があるが、このスキー場は奥田ダミシルバーライン以外の交通アクセスがないために、冬季閉鎖中はスキー場も閉鎖される。冬季は閉まる珍しいスキー場であるが、4月下旬から6月、初旬まではスキーを楽しむことができる。スキー場には宿泊施設が隣接しており、冬季前後のスキー等はもちろん、 グラウンドなどもあるためかきは、スポーツや、学習の秘書合宿地として賑わう。特にカヌーは広大なコメント一体の原生林、万年雪を見られることなどから、最近増えてきている。戦術の通りダム湖は巨大なイワナをはじめ、桜マスワカサギヤマメ等が釣れる釣りのメッカであり、釣り客が冬季以外通年訪れる。湖岸の地形が急峻なため、ほとんどが、 ボートによる釣りか支流での軽流釣りである。ダムサイト付近からは遊覧船が運航している。銀山平、尾瀬口との間とダム海遊のコースがあり、年間10万人ほどの利用者がある。外輪船も就航しており春の新緑と残雪、秋の紅葉には大勢の観光客で賑わうほか、尾瀬方面の交通手段としても重要である。また観光店が、 同期閉鎖時期以外常時営業しており、この駐車場から奥田見電力館遊覧船乗り場は階段を含む遊歩道のほか、大人100円、小人50円で乗ることができるスロープカーが運転している。なお、奥田見電力館入場観覧無料は、さらに階段を上り民宿の真ん中を通り抜ける遊歩道の先にある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。